それでは、アイナが、こちらのタイトルの文献を紹介させていただきます。こちら AMNLP の論文になっています。お概要です。機械翻訳においてバックトランスレーションっていうのがすごく、いいっていうふうになってるんですけど、それまず逆方向に翻訳するモデルがあって、それでデータを増やすっていうことになると思うんですけど、それが、ノイズ、若干ノイズが多いということで、逆モデルにおいてそのモデルの不確かさを使って訓練に組み込んでいくっていう手法を提案しています。で、これは、バックトランスレーションを使うベースラインと比較して性能の向上を確認したっていう内容になっています。導入です。バックトランスレーションっていうのは、ローリソースな機械翻訳のところで、特に効果を発揮しているっていう手法になっていて、そうなんですけど、そもそも作るときに限られたデータで逆方向のモデルを訓練することになっているので、それで作った疑似データは割とノイズがついてしまうっていうことが問題になっています。そこで、モデルの不確かさっていうものを使って改善を図るっていうことがこの論文で提案されています。手法です。X っていうのが原言語で、 Y っていうのが、目的言語なんですけど、バックトランスレーション逆翻訳するんで、逆方向に対象から目的、原言語に、返していくっていうふうな手法を取るんですけど、大きく分けて、一番上の緑と赤でコンフィデンスっていう不確かさっていうものが2つ、モデルの不確かさっていうものが2つ定義されています。ワードレベルとセンテンスレベルで、与えられていて、でまずワードレベルっていうのは単語の部分語ごとに不確かさみたいなものを算出して、これどう使うかっていうと、アテンションウェイトにそのままくっつけるみたいな感じで、そのアンダーラインが引かれている、その誤って生成しているような単語に対してアテンションの重みが小さくなるように修正しています。で次センテンスレベルで文ごとに1個ボンって不確かさが出るんですけど、それは、ロス計算するときに使っているこの青い項になっています。この式で言うと、ラージ M っていう、 M っていうのがその元々ある綺麗なデータで、 N っていうのが疑似的に作ったデータなので、疑似的に作ったデータのロス計算するときに少し1個項が増える、少し掛け算されている、その C っていうのが、分あたりの不確かさなので、元々のロスに掛け算してつけてあげるっていう風な感じで使っています。で、次に、これどうやって算出するのかっていうのは、結局、確率分布みたいなのが出てくるを使うんですけど、その確率分布をどう出すかっていうと、モンテカルロドロップアウトっていうもので、この中で重みを少しずつ変えながら、警戒生成、サンプリングして、分布のようなものを獲得するっていうふうな手法が取られています。結構このモンテカルロドロップアウトっていうものが、不確かさをモデルの不確かさを測るために、有用であるんじゃないかっていうふうになっていて、そういうふうにそれでこの手法が取られています。で、最後に確率分布をどう不確かさに単語レベルと文レベルで不確かさとして算出するかっていうところなんですけど、その算出方法みたいなものがこの以下に挙げられるように4つ存在しています。順に紹介していきます。最初の2つ、その PTP と EXP って言われているものなんですけど、この最初の上は確率出てきたものをそのまま使う。で、EXP っていうのが期待値みたいなものを計算する。で、それを使うっていうふうになっていて、次の3つ目の VAR っていうのが、
まあ、分散を計算することにしていて、それ、1から引いたもの、分散はこう、低い方が良い、高い方があんまり良くないってことなので、まあ、1から引いて、それをアルファ乗、今回アルファイコール2としているんですけど、アルファ乗したものを使っています。で最後4つ目なんですけど、CEV って言われてて、結局これは分散と期待値を組み合わせたもので、それをベータ乗したっていう風になっています。で今回この4つで、まあ、単語レベル、まあ、分レベルそれぞれでこう確信度で不確かさをこう計算していくことになっています。で実験です。まず、それぞれ4つ提案した計算手法の中で、まあ、どれが一番良いかっていうものを比較していて、で次に、ワードレベルとセンテンスレベルで、不確かさを提案したんですが、そのワード分単語単位と分単位でこう比較をしています。で最後に、それらの結果を用いて、ベースラインと比較をするっていう風な流れになっています。でモデルは、トランスフォーマー使ってて、評価方法は、ブルー、データについては以下のようになっていて、まあ、ところどころ、何分あるのかがよく分からなかったんですけど、まあ、このような感じになっています。まず、結果なんですけど、最初の1個目、まあ、4つ提案したけどどれが一番いいかっていう結果なんですけど、まあ、一番上が何も使わなかった、まあ、おそらくまあベースラインとなるような結果なんですけど、まあ、4つ試した中で一番下、期待値と分散を組み合わせた、計算方法が一番効果があったっていうふうになっています。まあ次からの実験ではこの CEV っていう、不確かさ計算の方法を使っていくことになっています。で次に、まあ単語単位分単位で、不確かさを使った時の比較なんですけど、まあ、×印が使っていない、チェックが入ったものは使っているっていうふうになってて、どちらかというとこれやっぱり両方使った両方、単語単位で言うと、アテンションウェイティングそのままくっつける、で分単位の不確かさはロスの計算の時に使うっていう時は一番良かったっていうふうになっています。で最後に、ベースラインの比較、まず中国語から英語の変換なんですけど、これ、バーンってグラフがあるんですけど、一番左側のデータってところのんってやつが、逆翻訳使っていないもので、サーチってやつが、サーチとサンプルは、逆翻訳使っているんですけど、どうやって取って、疑似データを取ってくるかっていう手法が、サーチはビームサーチで探していて、サンプルはサンプリングを使っているっていう手法になっています。で、CE っていうのが、まあ、不確かさの手法を使うかどうかっていうことになっていて、で、U って書かれているものが不確かさを使っている。でこの何を使うかというと、その CEV っていうその一番良かった計算手法で不確かさを計算して、でかつ、単語単位単語レベルの不確かさと、分レベルの不確かさ両方使うっていうことになっています。で、結果を見ると、やはり U ってこう不確かさを使ったものの方が、まあ、性能の向上が大きく見られたっていう結果になっています。で最後、今度英語からドイツ語の変換なんですけど、今度、C 不確かさ使ったかどうかってところにこう N っていうのが出てるんですけど、それは、オープンキービーっていうそのニューラル的な、クオリティエスティメーションの手法、それが単語単位と分単位で出てくるので、それで出てきた、品質の数値を、同じように使ったっていう結果で、そうするとやはりその提案した、それでも提案したその
不確かさを使った手法が他のものより優れているということが分かりました。最後コンクルージョンです。まあ、逆翻訳でデータを増やす際にモデルの不確かさというものを使ってこう訓練に組み込んでいくっていう手法を提案しています。で、単語レベル、文レベルで2つあって、で、不確かさの計算手法4つぐらいあったけど期待値と分散の組み合わせが一番良かったっていうことになっています。で、これらを用いた結果、他のベースラインに比べて精度が向上したという内容になっています。で、不確かさについて、手法のところでちょろっと話したモンテカルロドロップアウトの論文がこちらで、で、こちら下が画像なんですけど、まあ、不確かさについて書かれているものなのでこちらを参照させていただきました。と、以上で終わります。